どうも、声優の岡本信彦です。そして、どうも、さとみです。ありがとうございます、さとみくん。また、面白そうな企画持ってきてくれたんって。やっぱ第五人格は、ちょっとね、チェイス、さとみくんみたいにうまくチェイスできないよって方もいらっしゃると思うんで、やっぱ、かくれんぼゲーでもあるんですよね。確かに見つからなかったらどうということないですもんね。そうなんですよ。心眼のかくれんぼちょっとおかすぴちょっと難しかったんで。まあ前回はね。今回は聞きたかったですね、あれは。絶対誰にも普通にわからない、うん、最強の冒険家の隠れ場所。やっていいですか。おかすぴ2ということでじゃあ。おかすぴ2。ただこれは、うん、多分もうやっていらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけど。あ、そうなんですね、はい、なんで、ただ絶対分かんないと思いますね、その代わり。なるほどなるほど。ステージどこでもいいですか。この場合はオカスペ2の冒険家バージョンは、うんうん、ちょっと月の川公園でいいですか。例に漏れず監視者とタコとミチコは、すいません。あー、了解です、了解です。よし、これで。まあ、冒険家の隠れるところなんで、いや、耳鳴りあったらね、言うて結構場所絞れますからね。そうなんですよね。あれ、衣装こだわってるよ。よし、これかな。いや、それね、岡本さん、それヒントする、逆にも。え？そう、保護色にしたんですよね、だって今。地面かな、その色って。どこだろう。え、ちなみに場所ってどのあたりなんですか、エリアは。これは、そこに行ったらでいいですか。どこだろう。前回秒で見つけちゃったからな、あれ。そうなんです。あれはちょ早すぎましたね。早すぎたね、あれは。確かにそうですよね。OK、 準備完了です。ちょ待って、めっちゃいる、めっちゃいる。いいのか、もう耳鳴りしてるけどな。ちゃんと下向いてるんで大丈夫です。あ、どこだろう。よし、めっちゃドキドキする。え、近い、そんな近いのかな。あ、耳鳴りしなくなった。皆さん、ここです。はい、完了しました。え、じゃあもう行っちゃっていいですか。え、ちなみに場所どこですかね。始発のあたりですね。なるほどなるほどなるほど。じゃあちょっと今から探しに行っちゃいますよ。はい。あ、なるほど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 。これは完全に、はい、完全にどこだろうな。始発のあたり。あ、確かに。これは絶対わかんないです。ちょっと難しいな。へえー、これ多分マジでわかんないと思います。マジわかんない。これは確かにわかるはずがないぐらいわかんないです。そんな、はい、どこだろう。さとみくんがいますよ、目の前に。なんとなくの場所は耳鳴りで。さとみくんがいますね。ここら辺ですよね。あ、え？よくわかりましたね。待って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 。え、それ今のとこ言ってもらっていいですか、もう一回。今のとこ。え、よくわかりましたね、これ。いや、なんか俺も岡本さんが見たのか岡本さんじゃないのかわかんなくて。え、このここです。うん、あそこ。あ、確かにわかんないな。これわかんなくないですか。え、なんかあの助手席に缶あるじゃないですか、これ、はい、あの上に、あ、ある、それの一部かなみたいな感じで。ここから見ると。なるほど、確かにこれわかんないな。これ絶対わかんないっすよね。うん、なんかそこはかとない違和感感じて殴ってみたけど、よくここにいるとわかんなかったから。よくわかりましたね。あ、じゃあこ、皆さん、じゃあこっちだったらわかんないかもしれないですね。缶ないんで、こっち。あー、はいはい。いや、でもここから入って、はい、こう絶対行くじゃないですか、ハンター。まあそうっすよね。そこまで多分行かないんで。行かないっすよね。確かに分かんない。これ、そうなんですよ、これ。絶対分かんないと思うんですよ。そうっすね、これね。うん。でもいないしも。そう、ここが、絶対ここら辺の、この車輪の、前の方なんですよ、これ。前の方。ねえ、分かんない。前の車輪が、分かんないですよ、ほんとこれ。あ、これはね、確かに分かんないけど、でも割と知られてる方法なんですよね、これ。これ、あ、やっぱそうっすよね。いや、警戒されてる、されるんですかね、これ。だから。これ多分知られてたら、知られてたらされるかもしれないですね。検証しに行きますもん、カスペツ。あ、でも遊園地じゃないとダメなのか。検証難しいな。ちなみに冒険家、僕ほぼ使ったことないですよ。あ、来た。
さあどこだ、ステージどこだろう。おー、え、見つけるか、これすごい持ってる、すごい、これはすごい、これすごいっすよ。これは行くしかない。ちょっと待って、これこれも行くしかないな。じゃあ岡本さん、最初に見つかったら、はい、ダメなゲームしましょう。ファーストパンチをもらった方の負けって証明しません、ね、うん、じゃあ3球にしようか。生まれた初動の場所によるね。そうですね、これまあもしもの場合はオカスペが使えるんで。確かにね。でも岡本さんはもう椅子さえあればね。そうなんですよ、僕の場合はどこでも強気に、もうやっぱしゃがんで。そうなんですよ、これ里見君がハンターだったら空軍狙いに行くんですか、やっぱ、うん、もう見つけたやつからやりますね。もう、そう、でも探さないかもしれないですよね。でもね、もはや冒険家はなんか足跡とかあったら狙いに行くんですけど。そうっすよね。じゃあ橋の上で僕ちょっとオカスペしますね。あ、オッケーです、オッケーです。あ、足、あ、岡本さん新発引きました。お、え、すごい、羨ましい。ちょっとオカスペやっちゃおうかな。じゃあここだな、ほら。あ、待って、信用するしかも。え、嘘。あ、あれっす、あれっす、岡本さん。え、あのシカちゃん、シカちゃん、しかもシカちゃん、待って、来てる、岡本さん来てますよ。え、え、俺の近くに、俺の近くにいます。なんか羨ましい、もはや。ちょっと羨ましい。なんかファンサもらったみたいな。いや、でも、あ、どっか行った、バレてない、バレてない。どこ行ったんすかね。調子乗って、調子乗って変身解除しちゃうよ、この辺で。僕も調子に乗ってちょっと、え、これ絶対違う使い方。絶対本来の使い方じゃない、これ。あー、ここ、あ、バレたかな、バレたかな。え、バレてない。なんかすごい、ずっとこっち見てる。やばい、バレたかもしれない。あ、大丈夫。あ、でもずっとこっちにいるんすよね、でもね。え、なんででしょう、なんでだろう。永遠にいるけど。解読しちゃおう。大丈夫かな、解読しちゃうよ、そんなんじゃ。え、あ、あ、空軍が、誰か殴られてる、やっぱ空軍が殴られてる、がから行くんすね。これ助けなくていいですもんね、うん、どっちかというと。うん、確かに。そうですよね。よいしょ。ハンターを焦らすためにもちょっと解読しといた方がいいですよね、絶対。うんうん、しましょう、しましょう。 ここ今、始発解読します。了解しましょう。こっちは、あ、始発、まあ終点側ですかね。もう OK です、OK です。わー、てか思われたかったけど、でも今実際多分惑わせてたんだろうな、あれ。先に行くよ、先に行くよってなんだ、死ぬよってことか。え、死ぬの、わかんない。あれでも結構そこの発電結構進んでるよってことじゃないですか。あー、そんなことないかな。どうだろう、死にましたね。うん、どっちの先に行くだったの。確かに、いや、本当に先に行くよ。 いや、わかんない、わかんない、わかんない、謎。あ、なんか冒険家すごい勇気ある弁護士が助けに向かってますね、今走って。なんかヒーローみたいでした、もはやヒーロー。強化が入ってちょっとイケイケなんすかね、気持ちは。おそらくイケイケでしょうね、強化入ったんで。うん、まあ空軍耐える時間長いからいいっすよね。そうっすよね、最初に追われて。つけまーす、よいしょ。あー、本触ろうかな。空軍がもしかしたらあそこ先に行くって合図だったかもしれない。あ、ほんとですか、わかんない、ちょっと触りに行きます。あ、うまい、ナイス、やりますね、イケイケ。岡本さん聞いてください、全然進んでなかった。やっぱり全然進んでなかったですね。やっぱりそうっすよね、僕もなんか、うん、そんな気配は若干。先に死ぬよって言われたやつでしたね、ただな。やっぱそうでしたよね、うん、じゃあどこやってたんですか、ね、一番世界一いらん報告でした。あ、待って、こっち来て、こっち来て、こっち来て、あ、来てる、あ、まさか。大丈夫大丈夫大丈夫だった、大丈夫だった。あー、これはこれどうしようかな。地下室こっちなんだ、しかも。お、うわ、イケイケだな、シカちゃん。やば、イケイケやな。これどうしようかな。これは、あれ、なんで釣らないんだろう。なんかね、巡視使ってました、俺の目の前で。ずっとかわし続けてたから。あ、これ間に合うかな、弁護士。間に合ってくれ、頼む、間に合うな、間に合った。先に行くよ。ナイスー。え、なんで、なんで、どうして当たるの今の。あ、これもう救助しちゃうか。めっちゃ強いですよね。救助しちゃう。なんか今壁すり抜けました今。そうなんですよ、結構すり抜けるようになったんですよ、なんか。ねえ、え、壁すり抜けるってなんですり抜けるんですか、あれ。あれなんなんでしょうね、あの教会とかだと、うん、あのいっぱい椅子あるじゃないですか、あそこ全部貫通してきます、はいはい。マジっすか、はい、すり抜けんのちょっと意味わけわかめですよね、あれ。あれわけわかめです、マジわけわかめですよね。あ、ここ結構寸止めなんですよね。あ、
寸止めなんですけど、ちょっと鬼が近くにいて、もうちょいでいけんだけどな。あ、でもよかった、空軍から竹離れたのはよかった。助けてます今空軍。ナイス。そっち行った気がしますね。え、やだ来ないで。くっそくっそくっそ、バレる。冒険がしゃがってもバレる。ダメだこんなん、もうダメだこんなん。オカスペやったんすけどね、ちょっとバレましたもん。え、オカスペでもバレました。オカスペバレました。え、あ、僕草の中にしゃがんでただけですけど、バレました。あれは普通の第五人格っすね、草の中は。あ、それオカスペじゃないですね。くっせくっせくっせ。オカスペやっぱ椅子で。オカスペじゃないよ。それ違うんだ。そうなんです、絶対同じ。絶対同じ。空軍が助けに来てくれてる。そこ通れなくないですか。でも通れないですね、防がれてますあれ、なんだなんだ。お、俺でいいの。俺を捕まえるの。空軍じゃなくて。一人解読してるな。まあでも空軍が助けてくれると思うんで、解読が。そうですよね。頑張れ。あ、ありがて。あ、これはいけそうですね。あ、空軍殴られちゃう。岡本さんそこつきますか。これがあと3分の1ですね。なるほど。最後助けてくれたら空軍を。空軍って、あ、いけそうだな。いきます、もうつけちゃっていいですよ。ナイス。お、ナイス。しかしこれはこういうこと。これ当たんない、これ当たんないでしょ、これ当たんない。あ、オッケーオッケー、これでしょ、これだ。さあ来い、シカちゃん来い。瞬間リオでいいから来い。いや、これずっと俺のこと追うだろうな。え、なんか解読だけして終わっちゃったな。あ、ここ狙ってこ、あ、狙ってくるよね、それはね。あー痛い逃げて。いや、もう助けに行きますよ、もちろん。逃げて。あ、でも、あ、開いてる？どっちも開いてるんですか、これも。そうなんですよ、開いてるんですよ。お、あれ？あー、死んじゃった。そうだ、俺半分いってた。あ、やばい、これまずい。あ、ちょっと待ってください、これ。あ、おかすべの出ます、おかすべの出ますよ。来ました。おかすべ。おかすべ。これです。これです。これがおかすべです。すんのかよ。すんのかよ、それ。あれ？おかしいなっていう。あ、え、目赤いですよね、あいつ。あいつ赤くないっすね。え、バンパンついてないっすね。あ、え、ついてないっすか。うん、ついてない、ついてないっす。ちょっと勝負だ。そう、見つけられる。重視が楽しまってますよ。見つけられるか。カラス前まで岡本さん隠れたら勝ちっすね、これ。そうですよね。うん、さあ完全に勝ち。どうだ、もう勝ち。キノコ戦術プラス600が出ましたよ。何や、キノコ戦術って初めて見た、そんな初めて見た冒険から。あ、あ、カラス回っちゃった、カラス回っちゃった。あ、目光ってる、光ってる、光ってる、サトミク光ってる、サトミク光ってますよ。これ目って遠くから見たら光ってないですね、これ距離によって。ありがとうございましたあ、実質勝ちですよ、そんなの。勝ちですよね、うん、僕らの勝ちでしたね、ちょっと。どうですよ、ちょっと岡本、岡スペ成功しなかったおかすべ、ちょ岡本スペシャルは、これどっちが勝ったんでしたっけ。最初に見つかったの、仲間が見つかったの最初。あ、そうか、ちょうどじゃあちょっと待ってくださいよ、深夜1時回ってますけど、もう一回いいですかまたいいっすよ、いいっすよ。これ一発もらったら負けで、まあたまにはね、こういう遊び方もね、いいっすよね。さあ、さとみくん勝負です。いや、もうこれ勝ちで、岡スペのポジション確保しようかな。あ、ここやばい、初動だ、初動来る、初動、初動来るよ。え、ドキドキする。おっと、やばいんじゃないですか、それ。ちょっとしっかり冒険家の宝も探しつつね。あ、岡本さんめっちゃ近くにいる。え、いるじゃん、近くに。また、またかよまたシカちゃんじゃないかあ、シカちゃんどっか行きましょう、シカちゃんどっかどっか行った。これ同じ人あるな、これ同じ人あるな。確かに、あの衣装同じっすよね。ちょっと待って、みんな冒険家じゃん。3人か冒険家。あ、冒険家3人。しかも1人漁ってるし。あれ、あ、これサトミ君じゃない。うわっ。あ、傲慢だ。やばい。やばい。ちょっと解読しよう。今ちょっとさすがにチェイスしてるから、ちょっと安全。鬼没だ。さっきと鬼没しかや。でも衣装はさっきの方と一緒でしたよね。
うん、確かに遊園地の時のと同じですよね。俺も勝っちゃいますよもうこれ。いやー一人、いやでも終わりよかった、終われてるのが唯一チェイスできる超コースで。いやほんとそうっすね。3人冒険家いるのに超コース行きますでも確かにだいぶストイックなストイックですねあのシカちゃんやるな。まあでも冒険家見つけるのだるいって思ったのかな。あでもそうかもしれないですね。うん、確かに逆に当たりだったのかもな。最初オカスペできなかったんですよ早すぎて。え、そうなんですか。そうなんです、最初板裏だったんですよ初動。あ、一発もらうか。あ、それはやばいな。これはしょうがないですね。こいつはやばいな。冒険家はもう解読しかできないんで、うん、もう絶対僕も助けに行かないんだよもうこれ。そうですね、これ一発もらっちゃうんで、うん、本当お二方には申し訳ないですけど。もかもさんだったら無傷救助でもできるじゃないですか。やっちゃいますやっぱ傭兵で培った技術がやっぱり。え、待って、あ、こんな近いとこに3人いたんですね。調合師長いっすね結構。うまいっすね。うん、一発もらってからが長いっすね。調合師すごっ。お宝探しちゃうよ。探しちゃおう。あ、おっと、さあこれは誰が、誰が救助に行く、誰が行くんだこれ。確かに。いや待って、俺が一番近い、最悪だいや、まあ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 、あ、いた。え、これ無傷救助しちゃいますよ僕は。え、マジっすか。無傷救助しますよこれ、マジっす。いや嘘っす、嘘っす嘘ですこれは。これはそうっすよね。いやなんか冒険家が仲間が向かってくれてる気がしますね。確かに向かってないぞこれ、向かってないぞ全然。あーいや、いやこれは、あ、待って、行ってくれた仲間が行ってくれたやった。あ、間違えた。岡本さんあと何パーですか。つけれます。あと半分っすよ。ちょ、俺こっちもつけちゃいますね。じゃあおい、さあ仲間の冒険家頑張れ。うまい、めっちゃうまい。え、待って、これ2人逃がして我々2人の戦いですね。じゃあそうっすよ。うわ、岡本さんとつけて寸止めさして、あ、よし、もうつけちゃいますか。もうつけちゃいましょう。いちゃつけます。いけ完璧ですね。あーでも鬼没だから、もうでも何もできないですよ。もうこれ最後鬼没使ったら。確かに。こっちまで走ってきたらあれですけど。これはカチカチして開けつつのね。勝負です、ね、来るかな。殺意高そうだから来そうだけどな。あ、ここも開きますね。こっち側の出口。あれ？あ、来ない。殺意ないなこれ。殺意低いわ。殺意低いっすか。殺意低いっすねこれ。おかしいな。ハンター近くにいると超腰でも言ってます。本当か？本当に近くにいるのか？痛い。僕無敵なんで。え、マジですか？助けちゃおう。助けちゃおう。よいしょー。いいっすねー。あれ、これちょっとシカちゃん。待って、これシカちゃん。あ、え、シカちゃん。何してる？まず隠れてますか？おかすべします、もしかして。おかすべします。あれ、どこに行ったんだろう？え？おかすべしてるくさやな。あれ？え、いない。やっぱバレないですか？いや、いないんすよ。あ、なんか俺んとこ信用しますよ、なんか。マジっすか？うん、起きてますね、ハンターね。あ、やばい！やばい！あ、でもなんか無敵じゃない。あれ？あ、違う。あ、俺出てたんだ、俺。あ、出てない。え、なんだ、俺。謎現象？一発食らって。あ、あれ？あ、出てたのか、俺。え、すごい寂しい。なんだこれは一発もらって僕の画面だと出ましたね、うん、あ、そういうこと。そうか、普通に勝っちゃいましたねあの結論、おかすべいらないっす普通にやっていいっていうね。そうですね、あの新顔はもしかしたらワンチャン、うん、もう隠れとこないよって時は隠密しないといけないんであるんですけど、ね、うん、冒険家は、ね、いらないっすね別に普通にしゃかめばいいっていう、はい、結論見えましたね。僕が結論出ましたね。偉大な結論が出ました。そうですね、俺は冒険家やんないせいで分かんなかったです、すいませんまあ本当に隠れる場所困ったらね、皆さんぜひおかすべやってみてください、はい、やってみてください、お願いします。はい、というわけでさとみくん、本当2000にわたって冒険家バージョン、
ちょっと手間させてもらったんですけど、やっぱオカスペはいらないと、いらないっすね冒険家にはいらないということが分かりました。本当ありがとうございます。ちょっといらないっすね。新刊だったらね、新刊だったらもしかしたら、ま、うん、全然ありそうな感じ、はい、スエトンの時に来るんで、冒険家は普通にいらないっすねこれはいやー、というわけで里見君本当ありがとうございます。本当ありがとうございました。深夜までまたぜひお願いします、はいはい、お願いします。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。